はい、こんにちは、ジャンゴです。今回は戦いドリームチームの動画撮ろうと思いますということで、ちょっとね迷ってたんだけど、超ドリームフェス聞きたくなっちゃったので聞きましょういやね、年末年始の時にね、翼くん弾けなかった時に、もう、今年もね、年末年始まで、夢玉使わないで貯めとこうっていう風に思ってたんだけど。まあ、1700貯まってるからね、ちょっとぐらい弾いてもいいかなっていう、ことでね、どうしようかな。でもね、どっちか一周だけにしとこうかなとは思うんだけど、っていうのもね、まあ、これの前に来てたガチャとかもね、なんかキャラ的には強そうだったから、引いてもよかったっていうか、まあ、引くならね、そっちもありだったのかなっていうのはあるんだけど、正直ね、あんまり、なんて言うんだろう、強さよりもね、なんていうか、このフェスの背景にね、顔がこう来てるね、このデザイン結構好きなので、強さっていうよりは、こうカードの格好良さ的な意味でね、ちょっとこれ引こうかなという感じですね。でね、ピックアップに関してはどっちも、持ってる選手いないんだよね。俺8枚とも持ってないので、どっち引いてもいいんだけど、まあ両方引くとね、さすがにまあ結構石減っちゃうかなということで、石というか夢玉かな。まあ、どっちかを、無料分まで40連しようかなと思ってるんですが、どうしようかな。正直、ミューラーかリバウルかって話で言うなら、リバウルの方が、このね、指ピンっていうね、かっこいいかなっていう気はするんだけど、ただね、こっちだとね、まあ、ミューラーの他にも、このサンターナがね、フルメタルファントム、ナットレーザーとの合体技なので、まあ、ナットレーザーはね、フェスのやつ弾けてるからね、こっち出てもいいかって思うと、こっち弾こうかなっていう、感じなんだよね。なので、まあちょっと三浦くん入ってる方の超ドリームフェス、一周分ね引こうかなと思います。ってことで、じゃあ行きましょう。はい、まず10連目、いけ。さあどうでしょう。これはおっと、これは、リバウールさん集合してない。これは飛ばそう。はい。一発目はちょっと空振りですね。次行きましょう。いけ！まあね、40連で何も出なかったらどうしようっていうところはあるけど、紙吹雪来てますが、どうでしょう。さあ、来い！おっと？どっちだ？あー、あるね。とりあえず1個ある。さあ、これはまあ見届けましょう。どこで来る？青一発目。しかし、そこちょっと違うな。はい。まあ一応 SSR は出ましたが、まあフェスでもないし、空振りですね。次、30連目行きましょう。さあ、来い。折り返し地点だね。何もない。はい、スカスカですね。はい、じゃあラストですね。無料分いきましょう。さあ、来い。ほー、いけ。あー、なにこれ、さっきと全く一緒じゃん。あーはい。マジで？
ほらっていうかね、一回引いてね、こういう感じだとね、止まんなくなっちゃうじゃん。だからね、ちょっとね、年末までやめとこうっていう風にしてね、我慢してたんですが、にゅー。いや、ちょっと一旦冷静になろう。一旦終わりましょう。またちょっと行きたくなったら聞いちゃうかもしれんけど、なるべくそうならないようにしようかなと思います。というわけでね、まあ、今回は、超ドリームフェスね40年弾いてみたんですが、ピックアップは出ずという感じでしたね。うわー、でもどうしよう。まあ一旦終わりましょう。はい、ありがとうございました。